もう10年前の話だけど、とある中小企業で私が採用担当だった頃のお話。社長、人事部長、私の3人が面接官、相手は女子大生。可もなく不可もないかな、という印象で面接は進んだ。で、恒例の、何か質問することはありますか?と社長が言った。相手、御社では、不倫をしても許されるのでしょうか?目が点になった。社長と顔が合い、社長も何言ってるの?的な顔をしていた。社長は動揺したものの、質問の意図はわかりかねますが、そういった反社会的な行為は当然重い処罰を下すことになりますが、と返した。そしたら、相手、では、御社の人事部長様も、しかるべき処罰を受けるべきではないでしょうか?一瞬の沈黙の後、私と社長は、驚いた。というか、二人とも完全に混乱した。嫌な予感はするものの、私が、それはどういうことですか?と聞いた。相手、御社の人事部長様は不倫してますよね。私の母と。私も社長も絶句して部長を見る。部長は顔面蒼白になって呆然。相手が声のトーンを上げて証拠の写真を持参してます。と、社長にブートゥーを渡した。さすがに社長も困惑してる。まさか部長の不倫相手の娘が面接で抗議しに来たるなんて思わないし。部長震えてるし。で、この件が事実ならば、あなたが納得するよう処分すると、社長が確約して彼女を返した。写真は本物のようで、部長は速攻クビになった。それ以後、社内規定で、不倫は問答無用で、クビってことになりました。